そっか。じゃあ、もう一曲なんか、じゃあ最後に EM の歌を、EM の歌をいいですか。でその前にでも内海さん、はい、うちのね新番組、昨日から新しい番組でね、この、6時からの BNE だったと思うんですけど、はい、これだ。ちょっと待ってください。6時6時6ここ。これですね。はい。バーディーメロディアっていう新番組にてね。あ、そうなんですか。このね、はい、このフラスタ。フラスタ。っていうか、あの内海さんのファンでこれ。あら。プレゼントで良かったですね。あ、どうも、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お菓子ですか。はい。明日特番があるんで。お菓子屋さんですか。いや、違うんですけど。あ、ありがとうございます。わざわざすいません。なんかやってる方が。合ってます。オズピンク待ってる。合ってます。この辺。6時から。ただこれパーリーメロディア。フラッグ。大きな川崎線。これ新しく始まったらしい。でもなんか随分あのミュージックセレクションよりも普通の DJ がいるのが増えたんじゃない？そうでもないか。すいません、覚えてる。変わんないね。止まってねえな。一応ね、バッテリーが少なくなってきてますっていう表示がされてる。画面は出てる。出てます。あ、だから普通に止めてる。じゃあ1時間、2時間ぐらいそのまま回せるのかな。てか回ってるといいけどなっていう。うん、全然適当に俺パパッと。OK 押さないと止まってるのかな。了解でも数字はずっと動いてるから、じゃあ2時間ずっと回りかな。分かんないですよ。もしかしたら俺がこかしちゃったかな。あれムービー撮ってるんですけど、ちっちゃいのも。でももしかしたらあのちっちゃい方はうまく撮れてないかもしれない。こっちがなんか大丈夫かな。もうこのキーボードの方って結構ローズの音をよく使いますね。うん、好きなんですかね、ローズ。あの俺のシャイニングロードとかイントロで流れる、ですよね、あれも染みてるし、ね、ローズの音好きなんです、ね、好きだね、うん、何あこの音がフェンダーローズ、ローズピアノっていう、エレキナの楽器があるんです、独特の音なんだ、うん、ローズピアノ、まあ、エレキピアノにコーラスかけたみたいな感じなんですね。そうですね、綺麗だ。先に行かれちゃいましたよ、トイレに。機械逃してしまいました。ブリブリってしてきちゃった。いやー、今でも YouTube で流れるんですよ。さっきはでも放送事故寸前だったよね。話詰まってきたしね。うん、暑いな。曲も決めてなかったし、そう、曲も入んないし、次生だしな。一番困るタイミングです。俺の仕込みがあったから、そこは。そうか、俺もう一回サップの話しようかな。何回話してんだみたいな。聞いたよ、それはみたいなね。でも最後にこれのブラックドッグブルースっていうのは行きます。時間あるから。あったらね、あったら、ね、あると思います。じゃあ次何、生は、生だからこれやるんですよ、うん、いいですか、 EM の、それとエンちゃんも一緒に歌って、ズッカは今日ズッカは今日なしでいいだろ。歌ったらなしでいいんですか。2曲はできない。すごいね、こういう決勝が17対1って。そうだった、うん、サイビー負けちゃったんでしょ。全然見てない。サイビー負けました。浦和打線がそんなのかな、やっぱり、うん、あ、はい。でもサイビーのピッチャーも疲れは疲れだよね、はい、だって5連投、6連投、あー、そうなんだ。それも100以上打てないよ。もうボロボロだよ、多分。肩壊れちゃう。アメリカのメジャーなんかあんなことさせるの信じられないっていう酷評してたの。ああ若いやん、もうピッチャーなんであれ投げさせるの。ああ昔の巨人の星みたいですね。そういうことだ。それで壊しちゃったら本当にもう負担もないもんね。プロでやろうかと思ってたのに。それ考えたら、はいはい、ね、ね、そうですか。高校野球を見て話してるんだ。いやいやいや、もうゴッツピンク
これもこの間ついこの間鎌倉のね、ギャラリーってとこでやったんですけど、ね、さっきちくろさんすごいいっぱい入ってきたよ、お客さん、あのでね、そしたらあそこはね、俺のやっその場所が俺の出た小学校のすぐ裏だったね。そうだったんですか。だからそしたら僕ここに出たんです。そしたらそこにいた割と俺と世代の近い方、私もそこの小学校ですよ、同級生だ、同級生っていうか同じクラスにはなかったみたいだけどね、そしたら俺の担任の先生とか知ってましたからね。そうですか。俺の担任の先生っていうのは俺のおふくろの担任をやってた先生だったの、俺の小学校1年2年の時、1年2年の時に、杉山先生っつったかな、とにかく俺のおふくろが小学校入った時に担任だった先生が、俺の担任もやってるわ。親子2代で教えてたんだ。不思議だよね。じゃあ、ここで、あれですね。もう一曲。せっかくなんで。これはちょっとね、生で私も、この、嬉しい。この番組の最大のスポンサーでもあり、私たちのね、海の親。心の拠り所でもある。EM のテーマソングです。はい、それも生、今日は。小川さんにね、小川さん今日聞いてますから、はい、ね、Climb Over Fence、はい、作詞エミ松沢、イエーイ、ありがとうございます。作曲私で、ね、嬉しい。作詞協力、はい、日賀照夫先生、はい、豪華メンバー、豪華ですね本当に、うん、ね、私ギター一本で、うん、あ、そう、タイトルも三重の方、タイトルもタイトルはね、タイトルだ、三重のいつも呼んでくださる方ですよ、クライムオーバーフェンスですね、はい、想像してみると素敵なこと、青い空と魚遊ぶ海、美しい花たちに囲まれて Forever、 とても簡単なこと、今意識を帰るとき Change your mind Climb over fence EM の蘇生の力はシントロピー、みんなの心が一つになれば、未来は科学の先に、人々は気づき始めた、未来は自然に生かされている自分を知ることと、 Forever、 とても簡単なこと、今意識を変えるとき Change our mind Climb over fence EM の蘇生の力はシントロピー、みんなの心が一つになる、
ありがとう。イエーイ。今日はね2時間大変でした、ね、まあでももうまだね残すところあと数分ありますけど、もうなんかこの心残りはないですか。心残りまだね、あの1時間じゃ語り尽くせないから応援ね、またあのだ順を追っていこうと思ったんだけど、ね、順番通りに CD が揃わないもう過去、俺もともと過去を振り返らないタイプだから、ええ、あの過去のことは忘れてしまうんだよね、うん、なかなか振り返りにくいんですけども、ええ、今日は一応こう最初の部分を、ね、振り返って、ええ、大まかですね、大まかですが、まだねこの他にもいろんなことしてるんですよ私。そりゃそうでしょあんなことやこんなことをねだからこれからもね、ええ、あのあんなことやこんなことをねあのご紹介していきたいと思います、ね、まあそういったと思えば、まあ、あの気に入ったね曲もどんどん紹介したいし、懐かしい曲とか、ね、まあ古い曲がね結構好きなんで、また古いので渋いの探してくるから、ね、あのまだあのネタはいくらでもあんのよ、はい、そうですね、時間ですか、ね、違うほら先ほどのプレゼントの宇宙海さんの、勝手に祝いスペシャルT シャツ、うん、そうだあれを3枚と、あとライフイズグッドのね、ラブ&ピースとライフイズグッドの T シャツ3枚ありますので、プレゼントのご応募は計6枚、ファックスですと 044-711-1400 です。 E メールですと kst@kawasakifm.co.jp 全て小文字です、はい、おはがきですと郵便番号 211-8566 川崎 FM だけで OK です。内海敏勝のラブ&ピース2周年記念の T シャツちょうだい係までよろしくお願いします、ね、これはいいよ。住所氏名電話番号お忘れなくです。で4月の、7日までにあぐら亭さんに行くとなんと 30% オフですので、その代わり内海敏勝ラブ&ピース放送聞いたよって言ってくださいねということです。はい、ね、お疲れ様でした。今日は本当にね柴さんもね、のぼりちゃんもありがとうございました。本当にありがとうございました。それと、ね、2時間お付き合い願って、うん、ねもうね今日はあのプレゼントまでいただいてなって、うん、本当ね、あの大変でした、ねね、もう息切れ大丈夫でしたか。いやよかったよかった、はい、もう今日ね、もうだから頭が混乱しててね、うん、何をやるか、まあまあ、でも曲をさ、全部揃えてこうやるのもね、なんかわざとらしいからね、もうあの、これで自分の過去が少しこう自分の中でも明確になってきたから、今度は細部にわたってこうね、いろんな面白いことやあんなことやこんなことを、ね、こんなことやこんなことね、まああまり暴露になってなかったかもしれない。いや面白かった、ね、はい、じゃあ30秒前になりましたので ね今日はね試作が出たもんね、試作がね、かった、もう試作ね、はい、予作じゃなくて試作ね、それではまた来週、また来週ね、まあ普通です。それではい、平日です、うん、バイバイ、バイバイ、ウィー、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。プレゼントってあれじゃないですか、なんかあの最後まで聞いてないとわからないように、そことか言って、うん、言ってませんでした、なんか、うん、そうよ、あそうか、でももう最後まで聞いてなくても大丈夫でしたね、これはね、あそうだよね、こんな感じでございました。でした、伸びしてる芝さん、うん、バイバイ。